リアなんですよ、シベリアに住んでるで、まあ、このアムールって何、アムールトラのアムールって何ですかっていうところなんですけれども、まあ、川の名前かなんですね。で、まあ、気になった方は、場所が気になった方はですね、調べてみてください。まあ、Google で調べた方が早いです。で、まあ、こんな感じで食べたと思います。で、このアムールトラですけれども、まずトラですね。トラの中で、まあ、トラじゃねえや。トラ自体がですね、ネコ科の中で一番大きいです。実は。ネコ科動物がライオンよりも大きいですからね。で、さらにですね、このアムールトラをですね、トラの中で一番。では終わりたいと思います。